と今度は一塁ベースカバーいないところに投げました岡本敦史。記録はもちろんエラーです。でもこれ止まっちゃってもボークなんでね。はい、フェルナレス今入ってなかったですよね。そうですね、記録はピッチャー岡本敦史のエラーです。つまり今はこれフルカウントになって、はい、もう投球と同時にスタートなので。そうですね、ツーアウトですしね、ですからファーストのフェルナンデスが一塁ベースを開けて、その分あのヒットゾーンを減らそう、狭めようという守備になっていました。まあ、これは当然ファーストにはベースカバーいることを確認しなければいけないわけですよね、ピッチャーは。